キャバクラです、ここはもう新アトラクション型キャバクラ。なんやそれ、行きてえわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、パラです。前回に引き続きね、夜勤警備、本当に1週間経過しました。また1週間空けていいから迎えにやってきましたよ。うわ、びっくりした。はいはいはい、電気室を確認し、やめてくれ。なんか、え、どこやねん電気室。オッケー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 。なんでなんでヒュース足りねえ。バイオハザードかよ、赤くなってんだけど。これはね、分かったんだよ俺。俺ね、これ分かった。何が分かったんだ。怖いと思っちゃいけないんです。何を当たり前のことをね、言ってるんだって感じですけど。もうどうせね、どうせ出てくるやつは決まってるから。あのね、女性が出てくるっていうのはもう割と知ってるので、もういいんですよ。キャバクラです、ここはもう。新アトラクション型キャバクラ。何や、それ。行きてえわ。あっちにいいね。いやいやいや、まあ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 。マジでやだ。もう、いて、もういいわ。いてくれた方がいいわ、もう。わかった。いて。いないのが怖い、一番。なんで？あ、あれ？レッドカーペットがついてますけど。あ、漫才ね。漫才始める系ね。あ、オッケー、オッケーです。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 マジマジ。やだやだやだ。あ、はいはい。情報、ない。もう、うん。もう帰れないよ。そこだ、もう覚えてらんないよ。何この、どこやねん、ここ。楽しいこと考えようかな。皆さん、やっぱ夏といえば、ね。海。海です。海といえば、何ですか？男性諸君。水着です。そうです、流れるスイミングプールみたいな感じよ。海といえばね、目の保養の季節ですよ。ここにね、いっぱいね、目の保養になるようなものがいっぱいある。電気ついてるやん。あ、これね、罠だな絶対。この電気をついてるってことは、一瞬安心させるこのね、要素なんですよ。安心をさせた時にセーフゾーンあるんだ、ヒューズ。いや、これ取ったら終わりだろ。帰れるかな。楽しい音楽を流しながら、いや、楽しい音楽ってなんだろう。水着ギャルいませんでした。ヒューズしかなかった。ヒューズしかないスイミングプールなんてもう、いた、水着ある。いたよ。あ、鳥肌が。水着ある。いたけど、あれが皆さん、水着ギャルです。皆さん、水着ギャルはね、これなんかさ、これすごい、これさ、後ろから来てないよね。これ怖いよ、これ。あっ！水着さ。うん。あ。私、もう帰るね。帰んないで、本当に。取り替えないで。すごい、かっこいい、後ろ姿。まあ、あんなとこにね、扉はないっていうのは知ってるんですよ。それないわ。やっぱなんかな、そうだよな、あいつはね、あいつです。あいつはあいつです。あれ、あ、こんなとこにあったんだ。あ、鍵閉めろ、鍵を閉めろ絶対に。これか、出たな、この変なやつ。
とラッキーだよね。ねえ、さんのおかげで私たちこそ帰れるし、なるほどな、全部の責任取ってくれるしね。やつはあれだ。でも、さん辞めたらどうする？困る。そんなことしたらおさんのこと恨んじゃうかも、なんて。やめろ、お前らの恨みが俺に返ってきてんだよ。あんたの彼氏って君さ、あ、なんか そういえばいたよな、彼氏になったやつ。前そのやつは、あのパワハラ以外は略奪って言った。そう、勝手にね、彼氏になっちゃった。寝取ったって。え、どういうこと、どうなって、水着がある、そういうこと。お前ら何やってんだ、どこで何やってんだ、何？いや助けなさいよ、ちょっと。3回。あれって感じ。あ、なんか、くちゃくちゃ言ってる。これ、あれか。あれ、なんか5階になんかいる気がするね。いるね。いるよ。いるんでしょ。こっち。もうやだ、やだよ、もうやだよ。